ございます。この時間は FM 宜野湾から占いをお届けします。今日の担当はレオ先生です。今週の総合運を占っていきます。10月に入って第1週目になりました。新しい1週間の運勢を12星座でチェックしていきましょう。それではまずはじめにお羊座のあなた、運勢第3位です。古い記憶が刷新されて新しくスタートできる1週間です。例えば知らず知らずのうちにないことにしてしまった喜怒哀楽の記憶が蘇ってきそう。それらをきちんと受け止め納得できる形に変えて水に流すと、どうしても進められなかった一コマが進められるでしょう。また懐かしい人との再会があるかも。お茶を飲みながらお互いの近況を報告してみるとモチベーションが上がる刺激をもらえます。続いてお牛座のあなた、心身のメンテナンスに最適な1週間です。ちょっと気になっている足腰の痛みだったり、首や肩のこりだったり、なんとなくすっきりしないなと感じている部位があれば、整体院やカイロプラクティックなどで歪みがないかチェックしてもらいましょう。いつも頑張ってくれている自分の体を丹念にケアしてあげることで思いのほかリフレッシュできそうです。また手洗いうがいをこまめにして風邪や感染症の予防をしてください。続いて双子座のあなた、友達付き合いが活発になる1週間です。いつも一緒に行動する人というよりも、お互いの肩書きや立場、性別や世代などを超えてフラットに向き合える友達との関係が深まります。相手がどんな風に生まれ、どんな風に育ち、どんな風に現在の人となりになったか興味が湧く人がいたら、お話しする時間を持ちましょう。直接会う時間が取れないなら、メッセージをやり取りするだけでも OK。 面白い化学変化が起きそうです。続いて蟹座のあなた、心がパッと明るくなる1週間です。ためになることは置いておいて、想像したら思わず笑顔になれることを選んでいくと、上昇気流のハッピーサイクルを乗りこなせるでしょう。頭で考えずに心で感じてみてください。また遠い世界の平和を考えるより、身近なテリトリーの平和を守ることを大切にしたいとき、あなたの手の届く範囲の人たちを着実に幸せな気分にすることが、どんな大層なことよりも世界平和への近道になります。続いて獅子座のあなた、視野が広がり様々な気づきや発見ができる1週間です。今まで受け入れられなかった人や物を肯定的に楽しめるようになるでしょう。一旦受け入れてみれば、なんだただの食わず嫌いだったんだなと目から鱗が落ちるでしょう。そんなことがあったなら、あなたが人として成長している証です。自分を褒めてあげてください。またそうして見つけた楽しみの中から、今後の趣味につながるものが見つかりそうです。続いて乙女座のあなた、運勢は第2位です。あなたの暮らしを彩る持ち物やデザインをリニューアルするのにぴったりの1週間です。髪の毛を切りたくなったり、着るもののテイストを変えたくなったり、見聞きしたい情報や音楽の趣味が変わったりするなど、さまざまな変化を体験したくなるでしょう。それはあなたが成長するために欠かせない生まれ変わり作業なのです。さなぎが蝶になるように、身の回りを軽やかに鮮やかに整えましょう。続いて天秤座のあなた、今週の運勢第1位です。秋晴れのような爽やかウィーク、スキップしたくなるような月に恵まれやすいので、お出かけしたり人に連絡を取ったり活動的に行きましょう。特に人との会話がラッキー。自分では気づけない長所や改善点が分かり、あなたの潜在能力を引き出せそう。
また相手にどう思われるかを恐れずに自分の気持ち、本当の気持ちや願いを打ち明けると現状打破の最短ルートを教えてもらいます。アドバイスは素直に耳を傾けてみてください。続いてサソリ座のあなた、身の回りの整理整頓やケアをするのにぴったりの1週間です。例えばあなたのホームグラウンドにあたる場所とそこに関わる人たちとの様子をよく観察して、傷んでいるところはないかな、困っているところはないかなと愛情を持ってメンテナンスしましょう。そうやってちゃんと見守っているよ、感謝しているよという姿勢を示すことでお互いへの思いやりが深まり結束力が強まります。直接顔を合わせることが大切です。続いて伊手座のあなた、ちょっとだけ自分を甘やかせたい1週間です。このところみんなを笑顔にするために頑張ってきたなら、今週は自分のことも笑顔にしてあげてください。何も考えずに好きなことに没頭できるひとときを持ちましょう。例えばこの30分だけは自分だけの時間と決めて、絵を描いたりピアノを弾いたりカフェでお茶したり、そうやって心のビタミンを補給することでもう一踏ん張り、笑顔で頑張れます。続いてヤギ座のあなた、一人になれる時間をこまめに確認することで物事がスムーズに進められる1週間です。煮詰まった時は頭を空っぽにして心をスーッと落ち着かせる時間を持ちましょう。近くの公園や神社などへ出かけて森林浴をしながらぼーっと空を眺めてみたり、好きなアロマを垂らしたお風呂に浸かってゆっくりと心身をほぐしてみたり、いつも責任感を持って限界まで頑張っているあなただからこそ孤独を愛するひとときが必要なのです。続いて水瓶座のあなた、人間関係が活発になる1週間です。幼なじみや同級生、同年代の仕事仲間など、あなたと目線の近い友達から連絡があるかも。久しぶりに会って近況を報告するととても楽しいひとときを過ごせるでしょう。また日頃から行きたいなと思いつつも忙しいを理由に来そびれていた場所へ遊びに行くとラッキーが待っています。急がば回れというように直線ルートだけが最短ルートではないことを実感できそう。最後に魚座のあなたです。イレギュラーなことが起こりやすい1週間です。でも心配しないでください。いつもとは違うことを体験することによって運気に弾みがつき開運する兆しがあります。この変化が加わることで開運するという流れにうまく乗るためにも、自らいつもと違うことを心がけてみてください。例えばいつも通りの道にあるなんとなく気になっていたお店があれば立ち寄ってみたり、いつもなら読まない本を読んでみたりすると吉です。皆さんいかがだったでしょうか。今週の総合運を占ってみました。この占いは当たらなかったなどは苦情は受け付けておりません。なるほどねぐらいでお聞きいただければと思います。今週も良い1週間をお過ごしください。